今年も暑かった東海地方、連日の猛暑で疲労はピークに。長岡さん、どうしたどうした。連日の猛暑でヘトヘトですよ。おい、そんなん言ったってTikTok はあんなに元気にやってるじゃないか。いやでも癒しが欲しかったりするんですよ。そんな夏の疲れには、今月オープンで大人気、木のぬくもりに包まれる癒しの遊び場に、かわいい豚ちゃんがいっぱい、胸キュンアニマルカフェ、ビーチにサウナ、大自然で極上の整う、猛暑疲れはこれで回復、名古屋からすぐ行ける最新癒しスポット。今月11日オープン、木のぬくもりで癒し体験。どうも、こんにちは、よろしくお願いいたしま す。あれ、お名前は。私、ちっちーちゃんと申します。ちっちーちゃん親しみやすい、ね、いきなり人柄も癒されますけどですね。名古屋から車でおよそ40分、愛知県一宮市にオープンしたつなぐの森ハリプー。小さな扉をくぐると、すごい、うわー、全部木でできてる。うわー、すごいね。うわー、めちゃめちゃ広い。入った瞬間の香りがまさにこのヒノキの香り。はい、木の香りや触り心地、ぬくもりなど五感で癒される親子の遊び場。楽しい。楽しい。おいくらですか。12円。安い。こんにちは。かわいい、すごいかわいい、楽しい、どうですか。うん、楽しいね。かわいい。なんか長岡さんちょっと近くないですか。え、何が何が、なんか、はいはい、大丈夫ですか、抱っこしても。え、ちょっと抱っこしても大丈夫。あ、ごめんごめんごめん、これうちの娘です。なんでいらっしゃるんですか。いや、ちょっと今日ここ親子で楽しめるスポットって伺ってたんですけど、ちょうどこれお子さんがいらっしゃらない時間帯に撮影させてもらってるんで、はい、ちょっと子供やっぱいるなって思ったら、うちにいるなって思って。いやいやいや、違いますよ。番組を私物化しすぎです。ちょっと待って。もちろん癒されるのは子供だけじゃないんですよ。床が気持ちいい、歩いてて、ね、しっかり角が取れてるからですね。ちっちゃいお子さんとも一緒にこう登っていけるもんね。いけますね。うわ、すごい、めちゃめちゃ開放感あって、うん、これがハリプーの世界観。うわ、グデーン。うわ、幸せ。家のベッドより気持ちいいんだけど。気持ちよさそう。ここが癒しポイント。遊び場は大工さんによる手作りで、子供が怪我をしないよう丸みを帯びたデザインに。しかも全て国産の無垢材を使っているので安心安全。これだけ木材をたくさん使ってるのに、本当にちっちゃいお子さんから楽しめるように木を使ってるのが、はい、木だけによくわかりますね。そうですね。長尾さん、はい、これなんですか。ちょっと待って、会心の会心のやつ聞いてた今。木のぬくもりに包まれながら絵本を読んだり、木漏れ日をイメージした階段で散歩をしたり、大人だけでも利用できるので幅広い世代が思い思いに癒されています。木のぬくもりで癒された後はスイーツでも癒されタイム。こちらはハリプーを利用しなくても購入できるドーナツ。ピザ職人が作るとあって生地にこだわりが。もっちりがすごい。うわ、ふっかふかでもっちもちで、生地のうまさがすごく立つんで、砂糖のシンプルな味付けが非常によく。実はここすぐに予約でいっぱいになるほど大人気なので、皆さんにはこちらの癒され映像をプレゼント。
そして子どもたちの無邪気な笑顔も癒しの一つ。でも私長岡にとりますと、癒しはアオハです。最新癒しスポットその2、胸キュンアニマルカフェ。やってきたのはモゾワンダーシティ。どんな動物と触れ合えるんですか？こちらはマイクロブタさんと触れ合える動物になります。マイクロブタ、失礼します。うわすごいな。入ったらブタちゃんたちがゆったりとしてますね。今年4月、東海地方に初出店したマイピッグカフェ。日本では数少ないマイクロブタと触れ合える胸キュンスポットなんです。名前とか分かりますか？この子は、あんかけちゃんだったり。いや、ちょっとごめんなさい、いきなりなんだろういきなりなんだろうな。で、この白黒の子がピオリンちゃんだったり。ああ、かわいいかわいい、ピオリンかわいい。ここは名古屋にちなんだお名前が2匹ついてます。あんかけスパからピオリンまで。あ、そうです。名古屋名物だちょっとごめんなさい、林は遊んどる癒されていいよって言ったけど、ちょっとなんで林ばっかり僕のとこだけ来ない。北じゃない。何よし、こんのかい豚ちゃんたち、ほんと人懐っこいんですよ。触り心地も良くて本当に癒されました。さて、ここで店長江藤さんだからこそ知るとっておきの癒されポイント。お鼻が触ってみるとプニプニしてるんですよ。え、豚さんの鼻触っていいんですか？大丈夫で、お鼻上が硬くて横が柔らかいんですよ。本当だ。そうなんです。プニ、あら、どう、赤ちゃんのお手手みたいですね。プニプニしてます。本当にプニプニしてて。綺麗好きの豚ちゃんのため、お風呂などお世話も欠かせないそう。あーすごい可愛い、どうだい、気持ちいいかい。お風呂の入れ方はどうでしょう？あ、もうバッチリです。大丈夫です。バッチリ。本当ですか？いつでも働ける。うちのスタッフとして行けます。マイピッグカフェ、はい、お店では触れ合った豚ちゃんをペットとしてお迎えすることもできるんです。1頭16万円からです。実はこの日、豚ちゃんをお迎え予定のお客さんが。ナゴくんです。すごいおとなしいんですよ。兄弟がやんちゃなんですけど、守ってあげて。すごい、もうだから母性ですね。そうですね。お母さん、家族が増えます。はい、頑張ります。今回は自宅で12匹ペットを飼うほど動物漬けの林くんが、渾身の癒し映像を撮ってくれました。癒される。最新癒しスポットその3、日本唯一のサウナで癒され体験。やってきたのは海水浴客でにぎわう常滑市のリンクービーチ。今こちらにあるのがサウナです。これがサウナなんですか？はい、おお、どう？あったかいですわ。あったかい？暑いですね。あ、いいですよ、気持ちいいですよ、もうすでに。これはトレーラーサウナっていうんですけど、フィンランドから来たサウナで、はい、トレーラーの中にストーブが入っていて、はい、そのストーブで室内が熱せられてサウナになっているものになります。これで驚きですけど、そう、日本唯一っていう部分がね、はい、ちょっとどこなのかな。そうですね、今ここリンクービーチっていうビーチなんですけれども、はい、常設でこういうアウトドアサウナが楽しめる場所っていうのはここ日本、唯一になります。今月1日にオープンしたばかり、スチーマーズビーチ&サウナ。日本で唯一ビーチに常設されたサウナなんです。ここで癒されポイント。なんと水風呂は目の前の海、最高のロケーションで整うことができちゃいます。前職はサラリーマンだったオーナー星野さん。
友人とたまたま訪れたサウナがきっかけで脱サラ、サウナ施設のオーナーへと転身しました。もともとサウナがすごい苦手だったんですけれども、のめり込むように沼にはまってしまいましたね。サウナの沼に。サウナは僕の人生を変えてくれた存在です。ビーチでサウナということで、水着を着て利用、女性でも楽しめます。では早速サウナへ。なんやこれ。なんこれ。ごめんなさい。何をされてる方なんですか。筋トレしてます。いやそうだな、う危険な人が入っちゃってます。オーナーの敷地に。実は彼あのここの店長なんです。この施設の店長さん。そうです。マジか。筋肉も癖もすごい店長、その名もマッスルヨータさん。これが 1,2,3,4,5,6,6 パック。林くんは。僕はちょっとやめてください。大丈夫だ、こっちほらワンだから。やめとけ。助かった。やめとけ。助かった。ちょっとサウナだけでなく、心も体もトータルで健康づくりができるよう、筋トレができるスペースまで完備しているんです。マッスルな店長がサポートしてくれます。すごい。よし、はい、三、はい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 、よし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 、はい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 、よし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 、これぐらいやっちゃうと、もうすごいと思います。余計に整うんですね。冗談に見えますが、実際筋トレしてから入ると代謝も上がって、より癒しを実感できました。テント型のサウナでは熱波師の資格を持つ店長が鍛え上げた腕で熱風を送ってくれます。癒された。水風呂は大自然の海へと続きます。行きます。うわー、お幸せ。最高。冷たくて気持ちいい。水風呂代わりの海水、大自然と一体になった気がして本当に癒されました。さあ、あとは整うのを待つだけです。オーナーがサウナのために開発したフードとドリンクでまったり過ごしましょう。ほてった体でもさっぱりいただける冷麦や柑橘類の酸味を効かせたドリンクなど、サウナ専用メニューがいただけます。あ、うん、あ、美味しい。ありがとうございます。もうなんか飲んだ瞬間にこう景色が広がりますね、口の中で。景色、夕日を見ながら整う、その景色が。映えてます。見てください、この筋肉。究極の癒しスポットができました。